セントヘレナ・アセンション及びトリスタンダ・クーニャ、セイントヘレナ、アセンショントリスタンダ・クーニャ、セントヘレナ・アセンション及びトリスタンダ・クーニャは、南大西洋に所在するイギリスの海外領土。セントヘレナ、アセンション島、トリスタンダ・クーニャの3つの区域によって構成される。かつてはセントヘレナ及び俗領と呼ばれていたが、2009年9月に改正された。 新憲法によって3区域の関係が対等なものに改められ名称も変更された。北からアセンション島、セントヘレナ、トリスタンダクーニャアフリカ大陸、南アメリカ大陸のほぼ中間、南大西洋のただ中に、北から順にアセンション島、セントヘレナ島、トリスタンダクーニャが点在している。このうちトリスタンダクーニャは、本島のほか、ナイチンゲール諸島やゴフ島など、 複数の島で構成されているが、友人島は、トリスタンダクーニャ島のみである。領土最北端のアセンション島は、ナニー7度五十六分、最南端のゴフ島は、ナニー40度十九分に位置しており、南北の広がりは三六百四十二キロメートルにも及ぶ。アセンション島は、セントヘルナ島の北西約一三百キロメートル、トリスタンダクーニャ島は、セントヘルナ島の南西に、 4 3 0トルという位置関係にある。セントヘルナ島やトリスタンダクーニャ島は大陸との距離が2 0 0 0トル以上ある。この領土の中では最も大陸に近い島はアセンション島であるが、アフリカ大陸の間は1 6 0 0トルある。トリスタンダクーニャ島にとって人が定住する最も近い場所はセントヘルナ島で、 世界一孤立した友人島としてギネスブックに掲載されている。セントヘレナアセンション及びトリスタンダクーニャの領海は12海里排他的経済水域は200海里である。他の国や地域の排他的経済水域に接することがないばかりか、セントヘレナ島、アセンション島、トリスタンダクーニャ諸島の排他的経済水域もそれぞれ接することはない。 排他的経済水域の面積は164万1294平方キロメートルに及び、これはイギリス本国及び海外領土の中では最大世界の国と地域の中でもポルトガルフィリピンに次ぐ広さである。現在、この領土や領海をめぐる国際紛争はない。この領土を構成する島々はいずれも大西洋中央海嶺が海上に達したものであり、 火山島である。ただし、歴史上で火山活動が記録されているのはトリスタンダクーニャ島のみである。最大の島はセントヘレナ島でトリスタイクーニャ島がこれに次ぐ。最高峰はトリスタンダクーニャ島のクイーンメアリーピーク。いずれの島も山がちな地形であり、人の居住に適した場所は限られる。アセンション島は熱帯の湿潤な気候である。 セントヘレナ島は穏やかな気候であり、トリスタンダクーニャ島はより冷涼な気候である。1790年頃のセントヘレナ島、ジェームズタウンを描いた絵。この領土を構成する3つの区域は、いずれも大航海時代の16世紀初頭にポルトガル人によって発見された。小ネ航海の時代、大西洋の中央部に位置する島々は、新鮮な水や食料、 木材の補給基地として重要な役割を果たしていた。セントヘレナは1502年に発見された。ポルトガルイギリスオランダなどによって争奪された後、1657年以降はイギリス東インド会社によって経営されるようになり、1661年の特許状により会社領となった。この島には、 1815年から1821年までナポレオン一世が遊兵されたことで知られている。1883年8月28日にイギリスの王領植民地となった。アセンション島は1501年に発見された。島は長らく打ち捨てられていたが、1815年10月22日にイギリス海軍の基地となった。これはフランス人たちが セントヘレナ島に遊兵されたナポレオンの脱会を図るための基地とすることを警戒したためである。トリスタンダクーニャは1506年に発見された。アメリカ人が定住を図ったこともあるが、1816年8月14日にケープ植民地の俗領に編入された。これもナポレオン脱会対策のためで島には短期間ながらイギリス陸軍が駐留した。 三つの区域は、それぞれ別個の植民地として歩んできたが、1922年9月12日に、アセンション島が、1938年1月12日に、トリスタンダクーニャが、セントヘレナの俗領となった。2009年9月1日、新憲法によって二つの俗領の地位は、セントヘレナと同等に引き上げられた。これに伴い、海外領土の名称も、 セントヘレナ及び俗領からセントヘレナ・アセンション及びトリスタンダ・クーニャに変更された。アセンション島行政庁舎原首はイギリス女王でありセントヘレナ・アセンション及びトリスタンダ・クーニャの総督がその代理を務める。総督の名称は2009年の憲法改定以前は単にセントヘレナ総督だった。セントヘレナに赴任した総督はアセンション島とトリスタンダ・クーニャに 総督代理として行政官を派遣する。憲法は三章に分かれており、各章で三地域それぞれについて記しているが、いずれの章にも基本的人権と個人の自由が記されている。セントヘレナには立法評議会があり、アセンション島とトリスタンダクーニャにはそれぞれ島評議会がある。セントヘレナの立法評議会の議長は総督が アセンション島とトリスタンダクーニャの表議会の議長は行政官が務めることになっている。また、一人の法務長官が3地域を管轄している。また、最高法院と高訴院は3地域を管轄地域としている。セントヘレナ・アセンション及びトリスタンダクーニャはイギリスの欧州連合加盟時は欧州連合加盟国の特別領域であった。通貨はセントヘレナポンドであるが、 流通しているのはセントヘルナ島とアセンション島のみである。トリスタンダクーニャ島ではセントヘルナポンドよりもスターリングポンドが使われている。セントヘルナ島やアセンション島でもかつては通貨としてスターリングポンドが使われていたが、1976年に独自の紙幣を発行するようになった。1984年には硬貨の発行を開始したが、 イギリス本国の硬貨と同様のデザインを、モチリ面の実が異なるものである。セントヘレナに中央銀行はなく、政府が紙幣と硬貨を発行している。セントヘレナポンドは、スターリングポンドと10日の固定相場制であり、イングランド銀行がコントロールしている。セントヘレナアセンション及びトリスタンダクーニアの唯一の銀行として、政府所有のセントヘレナ銀行があるが、店舗があるのは、 セントヘレナ島とアセンション島のみである。セントヘレナ島、ジュームズ湾に停泊中のセントヘレナ号3つの主要な、島の主要な集落には、港や船着き場が整備されている。セントヘレナ号が、南アフリカ共和国のケープタウンとセントヘレナ及び、アセンション島を結ぶのが、基本的な公開日程であるが、年に2回イギリス本土のドーセット州、ポートランドまでの航海が行われていた。 セントヘレナ空港の開港に伴い、2018年2月10日に、セントヘレナ島からケープタウンへの航海をもって退役した。セントヘレナ号の引退に伴い、オーシャンライナーは姿を消した。セントヘレナ空港に到着した B-737 から800アセンション島に、あるイギリス空軍アセンション基地は民間の使用も認められている。また、この基地は、 米軍も使用しており、スペースシャトル計画の中でも緊急着陸のための飛行場とされた。セントヘレナ島では民間飛行場の計画が1930年代からあったものの、費用対効果が悪く検討のみにとどまっていたが、2017年10月にセントヘレナ空港が開港し、14日に初の民間機が着陸した。2018年現在は、 南アフリカのエアリンクのみが乗り入れているが、チャーター便が来ることもある。各島の道路総延長は、以下の通り、イギリス本国と同じく左側通行である。各島とも自動車登録制度があり、ナンバープレートが付けられる。1829年に、セントヘレナ鉄道会社によって、ラダーヒルの斜面に作動が作られたが、1871年より、階段に変わっている。 セントヘレナアセンション及びトリスタンダクーニャではケーブルワイヤレスが電話事業を行っている。セントヘレナの国際電話番号はプラス290でトリスタンダクーニャもシェアしている。電話番号は4桁で1から9で始まる。うち 2XXX がジェームズタウン、8XXX がトリスタンダクーニャに割り当てられている。 アセンション島の国際電話番号はプラス247で、電話番号は4桁である。セントヘレナ・アセンション及びトリスタンダ・クーニャの3区域では、それぞれ独自の切手を発行しており、有力な収入源となっている。3区域はそれぞれロイヤルメールの郵便番号を持っている。かつては、最後の郵便線と呼ばれたセントヘレナ号が主に、南アフリカとの間を結んでいたが、 セントヘレナ空港の開港によって退役した。ありがとうございます。